はい、皆さんこんばんは。10月23日の塩チャンネルです。ということで、今日は岸田総理の所信表明演説がありました。このように冊子にして配られるんですね。私が気になったところというのは、いい部分でいけばですね、子どもに対することですね。はい、間違いがないように読み上げると、各種施策の実施を検討して、我が国の子ども1人当たりの支援規模を OECD トップの水準に引き上げていきますというふうに言っていますと。あとは教職員の処遇待遇を見直し、これを通じて公教育の再生にも取り組みますというふうに所信表明演説でありました。再生するというふうに言っているのだから、公教育が、今は壊れているというふうに認めてしまったんじゃないかなと思います。今の先生たち本当に頑張ってくださっていますけれども、やっぱり処遇があまり良くない中で、優秀な人材がこの先教員を目指さないということになってきますし、処遇が悪ければいくら優秀であったとしても続かないということになってきますし、つまり今起こっているような問題、例えば、産休育休の先生の穴埋めが、見つからないとかね、これ教育というのは国を作っていくために非常に重要なものであると思っています。いい国にしていく、暮らしやすい国にしていく、成熟した国にしていく、一人一人を大切にしていく国が作られていくというのも教育にやっぱりあると思いますから、教育というのは質の面もあると思いますし、国際競争力にしっかりと、ごしていける、さまざまなその研究とか、ここからビジネスにもつながっていくので、本当に教育というのは非常に重要ですから、しっかりと処遇を上げて、優秀な人材が教員を目指す、こういう環境を作っていくことが非常に重要だというふうに私は思っています。ということで、一方で今回の所信表明演説、あんま評価する声聞こえないんじゃないかなと思うんですよね。で、キーワードとしては、総理がおっしゃっていたのは、変化の流れをつかみ取るみたいな話が出ていました。これをキーワードにしていましたね。言いたいことはわかるんですけれども、より具体的に述べるべきだというふうにも思いますし、述べている内容が非常に小粒だったりも、します。小粒と言ったら怒られるかもしれないんですけれども、例えば私はものすごく評価はしているんですけれども、自分が質問した内容を評に対する、答えだとも思うので、例えばその高齢者の方々が入院をすることが今できなくなっていると、身元引受人の問題とか、保証人の問題とかいろいろあるので入院できないんだっていうことを、私これまでは内閣委員会で取り上げてきました。政府からはですね、前向きというか、取り組まなきゃいけないよねと感じるような答弁をいただいていたので、今回総理の、所信表明に入ったところは非常に良かったなと思っています。そう、住まいの確保や入院、入居時の身元保障など高齢者の生活の課題に取り組みますということで、私は高齢お一人様問題政策もかなりトップに掲げていますから、これ就職氷河期がね、歩んでいく道にもなってくるんですよ。だからこそ私はしっかりと取り組ませていただいているんですけれども、これが入ったというのは非常に良かったと思うんですが、所信表明演説にしてはですね、多少小ぶりなんじゃないかなというふうに思っていますし、完全に改善ができるというような内容が出てくるかもわからないものですので、ちょっとなというふうに思っています。でゼロゼロ融資ですよね。コロナ禍に皆さん授業の継続のためにゼロゼロ融資私たち頑張ってきました。で返済が始まるとやっぱりその持ちこたえられない人が出てくるんですよねということで、これは新陳代謝の面で仕方ない部分は私はあると思うんですけれども、一方でちゃんとやっていかなきゃいけない、支えなきゃいけないという意味で言えば、ゼロゼロ融資については、現場の状況をしっかりと踏まえてですね、適切な対応を促しますということだったので、多少の減免とか出てくるのかなというふうに期待をしたいなというふうに思っています。はい。だけれども、具体的にどうするんだっていう内容が入っていないので、やっぱりちょっとぼやっとしているし、小ぶりなんじゃないかなというふうに思っています。総じて私思うのは、今回に限らず岸田総理の新しい資本主義ですよね。人へ投資する新しい資本主義という、非常にその大きくこれまでの考え方を転換する、ある種その経済優先から人に優先することで経済もしっかりとこう回っていくと、社会保障がしっかりしていればですね、万が一事業に失敗したとしても暮らしていけるんだって安心感があればチャレンジすることができますよね。
チャレンジすることが今できない環境に今日本はなっているので、まあ、新しい資本主義というか人に投資をしていくことというのは私非常に賛成なんですが、まあ、一方でこれは総理がこう理念は素晴らしいんだけれどもやっぱり党内の事情なんですかね、代表派閥だったのかな、やっぱりその安倍元総理の派閥がやっぱ100人ぐらいいてですね、そこに忖度をしながらその人たちのそのこれまでの方向性を踏襲するというやり方をしていくというところにある種の忖度をせざるを得ないので、大胆にダイナミックにこう変えていく、うん、そういうのを理念に変えていくということはできていないので、まあ、このような感じになってしまうのではないかなというふうに思っています。やりきるのであればですね、強い理念とビジョンを持ってですね、党内の議員に賛同をしてもらってというところが必要になってくるので、まあ、私自身はですね、非常に評価している政策ですので、しっかり頑張っていただきたいなというふうに思っていますが、まあなんかちょっと苦しいんじゃないかなということで、まあ頑張れっていう、こうエールを込めて今日の塩チャンネルとしたいと思います。これからの参議院もですね、代表質問に入ってくると思います。それではまた、まあ、衆議院もですけれどもまたね。